おはようございます。白酢大好きアワーバズっていたも第129回目を迎えました。第128回目のゲスト、アマビリフィルハーモニー管弦楽団トランペット奏者の西谷義彦さんのご紹介で、トランペット奏者の福中明さんと対談させていただきます。福ちゃんです。もうローズブラスで、長いこと相方としてやってくださっておりますので、まあ本当にね、照れ恥ずかしい感じがしておりますけれども、頑張って引き出していきたいと思います。それでは行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。ご無沙汰やったです。なんかちょこちょこ会ってるようで会ってないような。そうだね、うん、はい、英雄の障害ぶりかな。あ、かもですね。ですね、はい、いや、まさかこうやってお話できる日が来るとは。そうですね、僕に来るとは。いやいや、うん、はい、照れますね。はい。はい。それではよろしくお願いいたします。お願いします。はい。それでは、白酢大好きアワーバズっていいとも第129回目のゲストは、トランペット奏者の福中明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ね、福ちゃんといえば、まあ、知ってる方はいるかわかる、うん、あれですけどもね、ローズブラスクインテットという金管50奏を、ね、長年やらせていただいて、やらせていただいて、はい、ね、今はまだ休止中っていう感じなのかな、もう。そうですね、解散はしてませんから。解散はしてないのでね、はい、休止中ですけれども、ね、はい、なんかね、いろいろ合宿したり、ね、思い出ありますね。思い出がいっぱいあるの、はい、だけれども、まあ、生い立ちなんかはね、しっかり聞いたことがないかもしれないので、改めて伺っていきたいなと思っております。はい。はい。それでは早速ですけれども、はい、トランペットを始められた年齢、それからきっかけを伺ってもよろしいでしょうか。はい。僕も、中学校の吹奏楽部ですね、きっかけが。はい。それで、まあ、中学校行くときに、吹奏楽部は全然興味なかったんですけど、うん、実は兄がね、まあ、5つ上の兄がいまして、ずっと吹奏楽部で、チューバ吹いてまして、うんうん、まあ、僕とは違ってですね、生徒会長とかやるぐらいの、結構ね、しっかりした人で、うんうん、ほんで、まあ、兄がそこで、中学校でチューバをずっとやってたもんで、その噂がどうもね、こう、代々こう、今度、あいつの弟が、中学校に入ってくるらしいよ。いう噂が吹奏楽部に流れまして、で、学校に行った時に、その、まあ、勧誘みたいな感じですね。まあ、そこで、まあ、捕まったというのは変な言い方がありますけど、まあ、その先輩方がですね、お前が福中の弟かということで、まあ、そこで、まあ、一回、まあ、僕も別にクラブ決めてなかったんで、まあ、一回、まあ、来ておいでということで、うん、それで行きまして、まあ、そっからですね、もう、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、まあ、ぐいぐいと、勧誘されまして、まあ、ほんで、まあね、まあ、みんなご存知と思うんですけど、その、まあ、いろいろ井の中って、まあ、ちょっと体験して、まあ、それで、まあ、結局、まあ、じゃあやってみようかということに、自分の気持ち的になりまして、まあ、初めはね、トロンボーンしたかったんですね、もうその中で。何がやりたいっていうことにやって、でまあ、じゃあトロンボーンやりたいな、なんていう感じで思ってたら、ジャイケン負けてしまいまして、溢れてしまいまして、じゃあ、もうトランペットが、まあ、まあ、空いてるしっていうことで、まあ、そっからですね、まあ、そっからトランペットに、まあ、配属されて、まあ、頑張るってことですね。まあなんかほんで、まあ中学自体はね、そんなにまあ強い、吹奏楽部じゃなかったんですけど、まあ僕の、今ではね、あんまり、まあやってるとこもあるのかな、その、すごいトレーニング、体育会系のトレーニングですよね。要するに階段をこう、上がったりとか、腹筋をさせられたりとか、なんか廊下に寝て足上げさせられたりとかっていうのが、まあ常に、そういうトレーニングがあって、まあ、ほんで、まあ、楽器もですね、なかなか、まあ、吹かせてもらえず、こう、マウスピースですね、うん、これが20秒続かないと、楽器を持たさないぞ、というような、結構、まあ、スパルタといいますかね、まあ、そういう、ほんで、まあ、やっと、この試験、20秒の試験に合格して、まあ、そこから、コツコツと、
進んでいくっていうことですね。まあ、ほんで、まあ、そのまま、まあ、高校になっても、まあ、特に、まあ、他のね、クラブに興味がなかったんで、まあまあ、そのまま吹奏楽部へ、高校になってもですね、まあ、進んでいくっていうような、まあ、きっかけはそんな感じですね。なるほど。その、まあ、例えば、そのお兄ちゃんが5つ上にいて、その、演奏会を聞きに行ったりとかした記憶とかあるんですか？いや、それは全くないんですよ。だから、兄のチューバしてたんですけど、まあ、なんか兄のチューバを聞いたっていう記憶も、まあ、特にないんですよね。でも、じゃあ、もう本当に何も知らない。まあ、なんかやってるぞっていうのは知ってたけど。そう、吹奏楽でチューバってなんか大きい楽器やってるぞっていうのは知ってたぐらいですよね。5つ上っていくことは、1年生で入ったときに、高校さん。そうなんですよ。だから中学にはいないんだけども。うん、高校でも やってたのかな。あ、高校でもやってた。でも高校は、うん、あ全然別の高校。高校やね。とは全然違うんですけど、うん、まあ、うん、その噂だけがすごく大体、引き継がれました。じゃあ、お兄さん、偉大なりって感じですね。ね、なんかね、まあそういう感じでしたね。うん、まあそのね、そのスパルって、まあ少しね、こう、体育会系なやつはうちもやってたんで、あれなんですけどね、まあね、よく耐えて、一応そのままトランペットに残ったっていう形だとは思うんですけども、まあ、こっからはね、まあ現在のね、立場に行くまでのお話を伺っていきたいので、まあその中学のね、その他の楽器吹いた思い出だったり、まあ高校の思い出、そしてね、音楽の道へ進んでいくきっかけな出来事があったんだったら、そういうのも伺いたいですし、まあ大学生活と。ちょっと、引き続き、話いただけますでしょうか。まあ、高校に入ってですね、まあ、高校もね、実はまあ、そんなに強くない、吹奏、強くないって言ったらちょっと変ですけど、まあ、一生懸命な学校であったんですけど、強く、まあ、そういう、まあ、強いというか、まあ、ね、あんまりこう、コンクールでいい賞を取って進んでいくっていうような学校でなかったんですけども、うん、まあ、部員はね、結構いたんで、そこでまあ、一生懸命、こうやっていくんですけども、うん、その間にまあ、なんかこう、自分はずっとちょっと興味あった学生式なんかもちょっと経験しつつですね。まあ、コツコツと頑張っていくんですけど、まあ、こう、そのまま高校3年生になった時ですね。まあ、みんな経験あると思うんですけど、その、大学で、こう何しよう、将来何しようというような時期ですよね。まあ、僕はあんまりまあ、なんか将来こういうことがしたいとかっていう、その、はっきりした、まあ、目標なかったもんで、まあ、どこかの大学に行くのかな、なんて、まあ、本当にビジョンがなかったんですよね。そしたら、まあ、ちょうどそこに、こう、バンドトレーナーで、こう、教えに来てる先生がおられまして、で、まあ、ちょっとその先生と、こう、ある時話した時に、お前、まあ、なんか、よう、福祉、まあ、ちょっとなんか、何も将来、こう、何やったら、まあ、大阪芸大の先輩やったんですけどね。大阪芸大で、そうやって楽器続けてみひんか、みたいな、お話いただきまして。まあ、その話聞いたときは、ね、僕もまだこう、なんかそういう音楽大学というものがね、まあ、なんかどんなものかっていうのはわからなかったんですけど、まあ、ちょっとね、親になんかも相談しつつ、まあ、そしたらまあ、ね、このままなんか辞めるのはもったいないって自分でもまあ、ちょっと思ってたとかありますだし、ということで、まあ、そしたら、そこからですね、進んで、それはもうね、高校3年生の夏ぐらいのやつ言ってたね。それ、もう本当キワで、うん。ほんなまあ、でも行くんだったら、そこから、まあ、大急ぎで、まあ、ちょっと準備しないといけないということで、うん、そこから、まあ、大阪芸大の、池田俊先生を紹介してもらいて、まあ、急、ハイピッチで、入試の、うん準備に取り掛かるっていうような形ですね、大学までの道のり、そうですね。まあ、そういうね、言葉をかけてくれる先輩がいたんでね、まあ、今があるっていうような感じですよね。ピアノとか、ソルフェージュ、そのあたりはどうされたんですかね。そうです。ピアノも本当に、もう恥ずかしながら何もやったことなかったんで、まあ、それでまあ、偶然その、大阪芸大に入るっていう入試のその、条件は、その、バイエルですね。バイエル一曲、何か、一曲弾けばいいということでしたね。まあ、とにかく一曲、練習しまして、まあ、ソルフェージュとか、もうそこからですね、師匠
の試験もありましたので、そこから、もう、本当にまあ、必死に、やりましたね。あ、で、残念ながら、推薦はダメだったんですけども、推薦の試験は落ちてしまったんですけど、まあ、一般の試験までちょっとなんとか、頑張れまして、なんとか合格できた、ギリギリ引っかかったというような感じですよね。まあでも、急ピッチな割にはね、なんとかその現役で合格されてっていう、まあそうですね、なんとかね、頑張れて、よかったですね。はい。でも、そのまま引き続き、大学生活のお話も伺いたいですね。はい。はい、大学はですね、まあ、まあ、入学したものの、やっぱり、その、まだ、なんていうんですかね、その、こうプロになるのか、将来何するかっていうのは、まあ、実際そこまでは、何もなかったので、まあ、とりあえずは、一生懸命ですね、まあ、練習をして、上手になるっていうことだけで、まあ、過ごしてましたね、初めのうちはですね。まあ、で、まあ、そのうちに、まあ、大阪芸大は結構、先輩に恵まれた学校でして、まあ、結構その卒業、してプロでこうバリバリやってる方がですね、まあ、学校にこう遊びに来るっていうようなまあ、出入りしてですね、こう1年生の面倒を見ていただいたりとかですね、まあ、そんな案で、まあ、一緒にこうデュエットしてもらいいただいたりとかっていうことで、まあ、なんとなくですね、あ、プロの人たちっていうのはこういうこれぐらいに実力なんだなっていう、その上そのプロの世界っていうのが、まあ、なんとなく、若い頃から分かってたっていうのも、うん、まあ、良かったかなと思うんですね。うん、やっぱり、あ、ここまで上手にならないと、まあ、プロにはなれないんだなっていうような、感じで。まあ、先生も、まあ、厳しかったもんで、まあ、必死にですね、まあ、練習だけは、まあ、欠かさず、ほんで、まあ、まあ、一応朝から、行ける日はですね、朝が、まあ、夜まで、まあ、一生懸命、まあ、とにかく、まあ、やってましたね。まあ、ほんで、まあ、4回生の時に、そうですね、それをまあ、なんかね、お前プロになるのかならへんのかとかで、まあ、そういう、なんか約束事っていうか、そういうのはなかったんで、まあ、でも自分ではその頃にはなんか、まあ、できるかどうかわかんないけど、とりあえずそっちの世界に、まあ、飛び込んで頑張ってみようかなっていう、まあ、気持ちは、固まってましたね。はい。まあ、ほんで、そこから、まあ、ね、そういう、気持ち、出してたんで、まあ、先輩とかですね、まあ、引っ張っていただいて、お仕事いただいたりとかっていうことで、まあ、プロの世界に、呼んでいただくっていうようなね、まあ、そこから、まあ、ですね、現在までこう、いろんな方と出会ってですね、まあ、今までなんとかですね、まあ、ちょっと演奏で、この世界におらせていただいているというような感じですね。ありがとうございます。はい。それでは、まあ、卒業されてね、そのいろんなお仕事をされてきたとは思うんですけれども、うん、まあまあ、もうね、もう卒業されて20年以上経ってますもんね。そうですね。ねえ。そうですね、もう23年ぐらい経ってますもんね。うん。うん、まあ、その間に、こう、やっぱり、まあね、いろんな、今、いろんなとこで演奏されてると思うんですけども、はい、まあ、それぞれ所属もされてる団体もありますので、はい、その辺のお話をちょっとずつ伺いたいなと思うんですけれども、なるほど。いかがでしょうか。はい。まあ、さっきも、お話ししたんですけど、まあ、なんせ、その、僕は先輩に恵まれてまして、まあ、まあ、関西ではそのテレマン室内オーケストラ、信原さんがやってるそのバロックオーケストラだったりですね。まあ、その時先輩やってたその奈良フィルハーモニーという、まあ、当時はまだ寄せ集めだったんですけども、うん、その、まあ、若くしてそういうところに、声をかけていただいて、まあ、引っ張っていただいて、まあ、なんですか、こう、バロックの分野でも、普通のそういうフルオーケストラの分野でもですね、なんかそうやっていろんな経験させていただいて、まあ、ね、もちろん、シローさんとも、こうやって、ね、まあ、シローさんもこう、関西に来られてすぐにもう、仲良くさせていただいてですね、まあ、関西フルでももちろん、ね、お世話になってっていう、まあ、本当にまあ、自分でももう、
周りにね、恵まれてるとしか、まあ、思えないような、なんていうの、こう、まあ人生って言ったらおかしいですけどね。はい。もうそれはすごい感じますね。うん。でもね、まあもちろんその、先輩に恵まれてっていうのはあったと思うんですけども、ね、そこで、こう、その水準をある程度持っていないと、あの、ね、仕事っていうのはそのまま続けていかないと思いますし、で、しかも、今ね、関西でのフリーランスとしてはもう、もうドンになってきてるイメージなんですけども、ジャンルが、ジャンルがすごい多岐にわたってるなって思うんですけども、それこそバロックのオーケストラをやったり、はい、普通のナラフィルもやってると思うんですけども、また他の違う畑もやってらっしゃいますよね。いやいや、そうね、やってるとかそんな、いいもんじゃないんですけど、本当にまあ、何回も言いますけど、本当先輩恵まれてまして、そうやって、本当にね、いろんなジャンルで活躍しておられる、その大阪芸大の先輩がね、おられて、まあもちろん、あの、バロックもそうですし、フルオーケストラもそうですし、まあ、あの、ジャズの方でもですね、あの、活躍してる、あの、先輩がおられてですね、まあ、あの、今でももちろん仲良くさせていただいてるんですけども、まあ、なんかまあ、ひょんな、こう、お仕事の、こう、あれでですね、まあ、あの、そういう、なんかビッグバンドのですね、そういうお仕事とかもいただいたりなんかして、まあ、まあ、初めはですね、まあ、怖いもの知らずでさって呼んでいただいたから、行ったりもするんですけど、結局、その、現場に行ったら、これはちょっとやっぱり、まあ、無理だなって思い始める時期もあったりなんかして、まあ、その後、まあ、なんか、あの、こう、また呼んでいただ、声かけていただいたりするんですけど、まあ、あの、やっぱり、あまりにもですね、その、まあ、世界が違いすぎて、まあ、実はこう、お断りした時もあるんですよね。まあ、でもそういう時でも、なんか、いやいや、あの、俺おるし、あの、まあ、面倒見たるから、まあ、おいで、言うてね、そうやって言うてくれる先輩方なんですよね。で、やっぱ、まあ、あの、まあ、見よう見まねで、まあ、言ったらじゃ必死で、まあ、ね、そういう現場で、こう、やらせていただくと、貴重な、本当、まあ、そこからですね、まあ、ちょっと、こう、音楽的に、あの、まあ、じゃあ、そっちのレッスンもちょっと受けてみようかな、なんて、こう、レッスンしてていただいたりですね、まあ、そういうノウハウを、まあ、ね、もちろん、なんちゃってですけど、まあ、ちょっと、そういうのまあ、やって、読んでいただくからにはちょっとね、勉強しつつというような感じでね、もう本当に必死にやってきましたね。はい。まあそれがまあね、ちょっとなんか、ちょっとぐらいはこう実って、そうやってね、優しい先輩声かけていただいて、まあおいおいでおる、言うてくれはるからね、まあ本当嬉しいですよね。まあでもこうね、せっかくこのバズっていいともでお話しいただけるので、やっぱりこう、まあ僕らとしては僕なんかはやっぱりもうクラシックの方を基本的にはやっているんだけれども、それがこう、まあちょっとバロックになるだけでも、なかなかこう切り替えっていうのが難しかったりするんですけれども、そこをね、まあもう見よう見まねだったり、こうもうみんなの助けというふうな、感じで伺ってますが、スーパーマンにしか聞こえてこないので、なんかこう、例えばどういうことに気をつけてるとか、こう、そのスケジューリングがもちろんあって、ここにこう、これがあって、これがあってっていうのを、こう、どういうふうなこなし方をしてるのかっていうのを、せっかくですので、若手のフリーの方々に向けてなんか。いやそれがね、こなせてるかって言ったら微妙なんですよね、自分で実際はね。いや、もうなんか自分でね、まあ、こなせてますわとはなかなか言う人いないと思う、ね。まあ、でもね、その、なんかまあ、それも、多分、まあ自分の中では、その、そういう先輩方を見てきてるんで、あの、どっかで、あの、なんていうの、こんなもん、フリというかお仕事ってこんなもんなんだなって思ってきたとこもあるんですよね、なんか。うん。だからなんか、そういう、バロックの仕事を、あの、まあ、もちろんね、学生卒業した時はセカンドとかサードでこう呼んでいただいて、まあ、あの、バロックのね、音楽でしたらセカンドとかでしたら、あの、ピッコロトランペットを、あの、一番と一緒にピッコロトランペット持ってこう、するんですけど、あの、急にこう、ゲネプロでですね、お前代わりに行け、一番。
福島とかっていう、そういう、こともあったりとかね。まあ、やっぱり、なんか、今、その時はね、やっぱりもう、ってなるけど、まあ、今となったらそういう、なんかこう、本当に、まあ、チャレンジさせてくれると厳しいというかね、まあ、そういう空気感でなんか、来たね、まあ、もう、そういう、なんか、こう、切り替えというかね、そういうのが、あ、みんな、こう、普通なんやっていうような、ほんで、まあ、バロック、ね、先輩にバロックの音楽で、まあ、もちろんバロックトランペット吹くときもあるんですけど、初め読んでもらったときも、僕そんな持ってませんよっていう話したら、いやいや、楽器あるからです。すぐトランペット吹きがやらな、誰すんねんっていうようなね、まあ、そういう、ね、本当に、こう、そういう感じでね、聞きましたし、まあ、ほんで、まあ、そのジャズのそういうのも、まあ、もちろんそのアドリブは僕できないんですけど、まあ、譜面によったら、まあ、ね、コードだけ書いてて、うん、ソロってか、アドリブソロみたいな書いてあるのも、いや、僕こんなんできませんよって言っても、でけへん言うなって言われたりね。まあ、もちろんアドリブできないんでね。やっぱりじゃあ、もう、家帰って、もう YouTube 見まくりの聞きまくりで、とりあえず、その、音源を耳コピして、っていうようなとこから始まって、で、まあ、初めは本当、僕ももうそんな音感ないんで、もう何回も何回も聞いて書いたりなんか、こう、一個一個撮ってたんですけど、そのうちなんかこう、見えてくるんですよね。なんかこの、こう書いてるうちに、あ、なんとなく、こう、言うたら、絵で言うたらデッサンみたいなね、なんかリズムとか、音とかをちゃんと書かんでも、なんとなくこんな音の動きだな、みたいなのを、こう、譜面に書いて、なんかやり始めるみたいなね、なんかまあ自分でなんかそういうとこに掘り込まれたら、もうなんか自分なりのなんかこう、やり方を見つけないと、もう、なんていうの、こなしてって言うのが変ですけどね。うん。だからなんかまあ、そういうとこに掘り込まれた、なんか見え、うん、なんかまあ自分なりに必死になった時になんかこう見えてきて、なんか、うん、なんかやるんやなっていうのもなんかありましたね。うんうん。まあそんな、人生ですね。うん。まあだから、そうだね。難しいな、この皆さん見てる方に伝えるのが難しいなと思うんですけども、うんうんうん、とにかく掘り込まれた現場に対応していくっていう。そうですね、もう一生懸命ね、やるしかなかったっていうのが正直なとこですね。うん、もうなんか、才能だなっていう、いやいやいや、ふうに聞こえと取れちゃうとこもあるけども、でも、まあ、うん、そこに、どれだけ、こう、食らいついていけるかっていうところと、アイデアを出せるかっていうところが、まあ、鍵なのかなと思いますので、ね、今、フリーで頑張っていらっしゃる若者の皆さん、ぜひね、逃げずに、飛び込んで、受け止めて、まあ、だからそういうね、やっぱりその現場で、ゲネプロお前一番系とか、これね、できないって言うなとかね。すごいありがたい言葉だなと思いますね。まあまあね。まあそう言われたらやるしかないし。まあ、ね、まあ、だからその裏にはやっぱりさっきも言いましたけど、そうやって言ってくれるからには、やっぱりもし何かあった時にはね、やっぱりそう、うん、先輩が面倒を見てくれるっていう、まあそこの安心感はね、うん、あります。まあでもなんかね、まあ四郎さんにも僕若い時からやっぱり関西風呼んでもらいましたけど、四郎さんなんかはね、多くを語らないで、俺の背中を見て、育っていけるっていうタイプですかね。それはまあ、分かってましたから。まあ、それはそれで、多く語らないけど、ね、演奏聞いて、なんか盗んでいけよっていうようなね、そういうね、方もおられるの分かってるし。そんな横柄なことはしてないですけども。いやいやいや、してます。こっちも必死は必死ですからね。そんなことないですよ。うんうん。いやいや、はい。ね、皆さん、ぜひこの、飛び込むっていうのをやっていただきたいなと思いますね。うんうん、
まあ、せっかくね、前回西谷さんからね、こう、バトンタッチがあって、はいはい、まあ、ローズブラスの話を聞きたいっていう、彼からのリクエストがあったので、まあ、軽く、慣れ初めぐらい話しますかね。そうですね。僕ね、今でも、覚えてるのは、ささやしてる。うん、シロさんがね、関西来られて、まあ、カンフィル入って関西来られて、僕、まあ、仕事帰りですよね。仕事帰りの横断歩道で、まあ、信号待ってたら、まあ、シロさんが電話ありまして、うん。で、もしもし、と、まあ、その時は、まあ、変な言い方ですよ。まあ、そんなに仲良くなかったんですが、うん。まあ、もちろん名前、顔と名前は知ってましたけど、もしもし、ということで、金管五重奏を同世代で、この同世代っていうのも覚えてるんですよ。なんかすごい同世代でしたい、研究をしたいっていう、組みたいってことじゃない、金吾の研究をしたいってやったんですよね。うん。で、まぁ、ちょっとそんなんで一緒にやってくれへんかっていうことで、もうもちろん、ぜひぜひ、やりましょうということで、お返事したのを、もう今でも覚えてますね。うん。まあ、その研究っていうのがすごいね、シロさん、今ってのはたぶんシロさんらしいですね。うん、確かに。うん。たぶんいろんな言い方を困ったんだろうなと思いますよね、自分が。まあ、やっぱ音大でじゃなくて、そういう音楽大学でしかできないようなこと、もうね、僕、音大出ずに現場に放り込まれてるんで。あとは PMF を経験したのが大きかったかなと。たくさんリハーサルを重ねたり、こういろいろ言い合いをして、っていうのをやりたいなと思ったんだと思うんですよね。そうですね。まあほんでね、やっぱりいざ集まってみて練習しだして、まあ、まあ、もう一個だから印象的だったのは、練習し始めて、多分ね、2、3年は、まあ、その本当に研究というか練習するだけでしたよね。それだけというのは、それ何かって言ったら、そのコンサートしようとか、いついつ本番しようとかっていう話は一切出さずに、とりあえず集まって、金管五重奏のオリジナル曲っていうのが前提ですね。オリジナル曲を、まあ、研究し続けるっていう、ね、まあ、普通やったら、ね、そうやって集まって、いついつにコンサートできたらいいね、なんて、それに向かって頑張っていこうかっていうような流れ、のところが、とりあえず、ね、そんな話もしないで、とりあえず2、3年は、集まって研究をし続けるっていうね。そうですよね。ほんで、まあ、なんか、こう、いい感じになってきたから、そろそろコンサートしてもいいんじゃないっていう、その辺のアプローチもすごいね、なんか良かったですよね。今となればね。なんかね、みんな仕事もあるだろうし、よくね、結局、自分らのためだけにやってましたもんね。そうですよね、そこがやっぱり大きかったですよね。合宿までしましたね。そうね。本当に合宿して、自炊、自分たちでして、ね。天一の研究もしましたもんね。そうですよね。ラーメンをお持ち帰りして、合宿で持っていってね、どういうラーメンの作り方が一番美味しいかっていうね。このスープを、卵焼きの、だし巻きのだしにして、ね。そう、ね。すごいですね。いやいい団体だったな、ね、過去形にしちゃいかんんだけども。いやいや、まあね、ほんとまあ、いろいろ思い出ありますよね。ね、まあ、九州の方、長崎をね、回ったりもしましたしね、まあ、いろんな方とそれでね、知り合いになって、まあ、未だになんか仕事で長崎行くと、やっぱいろいろ思うことありますよ。あの風景を見るとね。だいぶ景色変わってきましたけどね、長崎もね。あ、まあね、我が家にみんなで来て、比嘉さんが沖縄料理作ったりしました、ね。そうですよね。みんなでノロウイルスにかかりながら演奏が生まれましたからね。なおこ姉さんだけかからなかったっ、ね。そうですよね、本当にね。でもね、このホルンの中川さんね、今の関西ビルのホルンの中川さん、はいはい、もう
実は高校の後輩っていうね、福ちゃん、ね。あ、そうそうそう、そうなんですよ。それもね、すごい運命だと思いましたね。うん。うん、まあ、関西フィルに入ったっていうのは、こう、周りまで知ってたんですけどね。うん、大学は別、まあ、大学別ですもんね。大学はね、彼女は大阪音楽大学で、うん。うん。で、まあ、卒業して彼女が関西フィル入ったっていうのはまあ知ってたんですけど、まさかね、一緒に金管50奏するとね、とはね。うんうんうん。まあ、やっぱり、すごいね、巡り合わせですね。うん、でも、未だにその、福ちゃんと直子姉さんがこう、高校の先輩後輩感が全然出ないっていうのが面白いなと思ってね。ああ、そうですね。あんまりね、高校では、なんか仲良くしゃ、いや、別に仲悪くなかったんで、うんうん、そんなんじゃないんですよ。あんまりなんか、ベラベラ喋ったっていう風によくあんまないかもですね。うん、うん、まあ僕もなんか、ちょっと尖ってたのかもしれませんけど。尖ってる感はない。うん。なるほど。まあ、はい。というわけで、西谷さんのリクエストにはしっかり答えられたかなと思いますけどね。ね、うん。うん。まあ、でも、その、まあ、金管50奏っていうのはね、皆さん、今の若いからの方もぜひね、こう、取り組んでいただきたいなと思います。ね。うん。僕ら的にはやっぱ、エワルドも全部やったなと思うし、そうですね。うん。全部やったなっていうのは大きかったなと思うし、結構ね、初演の曲も、その音源がないものを生み出したのは大きかったなぁ、ね。そうですね。うん。ね、本当随分曲やりましたね。やりましたね。はい。というわけでですね、はい、すいません、引っ張ってしまったんですけれども、まあこう今までにね、こう手応えのあった演奏という聞き方をしてるんですけども、まあ手応えのあった演奏でもいいですし、まあ印象深い忘れられないとか思い出に残っているような演奏会っていうのをいくつか伺いたいなと思うんですけども。なるほどね。まあ、あんまりこう僕自身はその、あの時のこの演奏が本当手応えあったぜみたいなね、そんなまあ、実際ないんです。まあもちろん一生懸命はやってるんですけども、まあ、その、やっぱり、まあ別になんか今、金剛の話したから言うわけじゃないんですけど、やっぱりね、そのに、あれ、今調べた2002年ですか、金剛50奏。ね、うん。そっからまあ、ね、10年以上も続いて、まあ何回も定期演奏化して、やっぱり、まあその、やっぱり、その練習から、こう、ね、今、ちょっと活動休止するまでの、その金剛50奏の、まあ、演奏、定期演奏会のそのやっぱり道のりっていうのはやっぱりすごい、まあ、思い出ですよね。うん、まあ本当にまあなんかあのメンバーでしかできへんこともあったし、まあね、まあ白さんの人柄もあって、やっぱりね、何もまあ揉めることなく、まあみんなで本当にこう、没頭してね、こう、忙しい中集まりながら、こう、一生懸命、こう、できたっていうのは、まあ、やっぱりまず、思い出に残ってます、今でもね。うん。だからまあね、前も言ってましたけど、こう、やっぱりまた、ね、まあメンバー今一人沖縄に帰っちゃってすぐやろうかっていうわけでいきませんけど、まあね、またなんかで、本当ぜひ集まって、こう、ね、まあやりたい。また、その、普段の、なんていうかな、ね、オーケストラとか、そういうのとは違った、またなんかこう、なんか思い出っていうかね、そんなすごい、まあ、ありますね。まあ、だからまあ、本当に僕のね、トランペット人生でも、本当大きかったですね。うん、金管50奏。僕もまあ、それまでね、個人的になんかそうやって組んで、金管50奏、したこともなかったんで、まあね、お仕事とかで、この曲するとかになりましたけど、まあ、そこまで真剣にこう、ね、なんかこう曲を研究して、こう細かく練習してっていうのはなかったんでね。まあ、うん、それがやっぱ大きいですかね。なるほど。ね、泣ける話はありがとうございます。いえいえ、ね、本当もう喋り出したらいくらでもその話はいきますけど、まあ、はい。はい、はい。ありがとうございます。はい。他は大丈夫ですか？その、金管50奏だけじゃない、忘れられないところとかは。他、そうですね。他はで、まあ、あるっちゃあるけどね。まあね、いろいろ、まあ、やっぱりありますけど、ね、やっぱりなんか自分は、まあ、一生懸命演奏して、まあ、ね、やっぱりね、なんかトランペット吹きやから、まあ、
自分はこう、周りの評価はそこやけど、いや、自分ではこうやねんっていうのは、それは多分、シローさんもね、いろいろ気持ち、分かってくれると思うんですけど、まあ、やっぱりその辺で、まあでも、まあ、ね、なんかまあ自分で、こう、まあなんか、ちょっと納得できへんかった時でも、周りはね、よかったよかった言うてくれる時もあるし、自分はよかった思ってる、ね、時でも、まあちょっとまた思ってる感じと違う時もあるし、うん、まあでもまあそういうのが、ね、音楽って思うし、まあ、まあいろんな意味で、ね、まあだからこれっていう、そのちょっと、そういう決めがたいとこありますよね。うんうん、なるほどね。うんうんねうん、はい、ありがとうございます。はい。それではですね、演奏されてる時に考えてらっしゃることや大事にしてることを伺ってもよろしいでしょうか。あ、はい。僕はまあ、もうとにかくまあ、真面目に一生懸命、するっていうことですね。うん。まあなんか本当にまあ、まあ、シローさんもそうやと思うんですけど、まあ普段ね、こう楽しくやってるけど、やっぱり演奏するときなんかまあ、真面目にまあ、なんていうかね、もうこう、まあ、さっきもちょっと初めの方にも言いましたけど、まあ、こう、本当に諦めないで、まあ、こんなんでいいかって思ったら、まあ、そこでやっぱ終わっちゃうんで、うん、まあ、とにかくまあ、一生懸命、できることを、真面目にするっていう、まあ、ね、楽器、リタイアするまではそれを思いながら、やろうかなと思ってますけどね。はい、ありがとうございます。はい、それでは、ルーティーンって何かお持ちですか？ルーティーンは僕は特にこう、本番前にこれするってのはない、うん、ない、昔はね、なんかあったんですよ。銀行シーンなんで、うんうん、なんか、本番の日はこう、カフェインを取らないとか、あったんですよ。それも徐々に、なくなっていって、うんうん、まあ僕、すごいこう、イチロー選手が好きで野球の。うんうん、はい。で、まあ、まあ、そういう本とかを読んでるときに、まあ、イチロー選手の本を読んでるときに、その、まあ、もちろんね、まあ、イチロー選手もすごいプレッシャーの中で、野球やってきてるということで、その、まあ、精神論みたいな本があって、まあ、そういうときに、まあ、イチロー選手はこう、なんか今からこう、打席に立つぞとか、明日こんな試合やからどうなとか、こう自分であんまりこう、なんていうか、こう、思い詰めないで、こう、まあ、ちょっともう少しこう気楽に行って、あ、もう本番あ、本番か、はさ、みたいな、まあそういうイメージで臨んでるって言ってたんで、まあ僕もちょっとそういうのを、まあ、まあそうですね、ちょっとまあリラックスしてこう、本番ってこう、あんまりまあ、もちろんまあ、集中はしますけど、あんまりこう自分でこう、なんていうかこう、思いこう、こうなりすぎない。ちょっとまあリラックスしてね、ちょっとまあ、望むっていうようなことはちょっと意識してます。まあ、ルーティンって言われたらそれがルーティンかもしれませんけど、まあ、ないって言われたらないかもしれませんね。はい。うんうん。楽器をピカピカにするぐらいですかね、ルーティンって。いや、それがね、最近ちょっと心が乱れております。ちょっとまたね、乱れております。乱れてますか？乱れてます。ちょっと、またピカピカにしますけど。思い出したかのように、はい、聞いてください。はい。それではですね、好きなこうオーケストラ作品や好きな作曲家っていうのを伺ってもよろしいでしょうか。はい。僕は、まあ、もちろん、いろいろ好きな、は多いんですけど、まあ、特にって言われたら、やっぱり、ベートーベンの作品が好きで、うん。まあ、特に、まあ、もちろんシンフォニーとか、まあ、なんていうか、いろんな曲好きなんですけど、まあ、その中でも、バイオリンコンチェルトと、ピアノコンチェルトの5番が大好きでして。はい。渋い。そうなんですよ。まあ、なんかやっぱりその、なんていうかな。もう、ね、ベートーベンの音楽、まあ、深みのある、こう、魂って言いますかね。うん。まあ、あとはその、なんていうか、こう、メロディーじゃない四分符、二分符で、こう、どんだけ音楽できるかっていう、そのなんかね、そういうとこにこう、まああとは、なんかね、なんかまあ、なぜまあその深い、ベートーベンの深い音楽がまあ大好きで、すね。いえいえ、ベートーベンはもうね、僕はもう怖くてしょうがないですけどね。あ、そうですか。なんか嫌な思い出がありますか？嫌な思い出はいっぱいありますけどね。いい思い出もいっぱいあるけど、なんかこう、全部無駄がないから、
あ、全部にこう魂を込めて、はいはい、吹きたくなる。うん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 、どっと疲れる、ね。そうですね。確かに確かに。もう単純な、そのね、バイオリンコンチェルトとしても、あのピアノの。そうですね。シビアの部分一個ずつのタンギングに、一個ずつの音符に無駄がないから、ね、どっと疲れます。もうどっと疲れます。昔、あの、ベートーベン7番の4楽章の、うん、あの、最後の方で、うん、あの、ちょっとだけ休みある、うん、5小節。ヒロさんが、あのオアシスやってるからまだ覚えてます。あそこオアシスなのよ。いやね。うん。つばをあの水を抜きたいんだけど、もうそこでいかにこうかオアシスに使って最後まで使って。かってうん、オアシスですね、うん。はい。しかもあのオアシスなんかパートフですごいちっちゃく書いてるんですよ。5小節ももっとこう広げてくれたいのに。そうよね。うんまあでもね、うん、そこは、あの、パート譜ででかく休み書くと、次出遅れるから、出版社が気を使ってくれたのかもしれないですけどね。うんうん、はい。すいません、余談になっちゃいました。いや、とんでもないです。はい。それではちょっと絞りまして、こう、トランペットのソロの作品や室内楽の作品でも、こう、好きなものを伺いたいなと思うんですけど。はい。ソロの、曲ですかね。はい。僕、まあ、もちろんいろいろあるんですけど、まあ、中でもまあ、やっぱりテネマンのデイドアも好きですし、うん、まあもちろんね、あのハイドンとか、フメルとかね。うん、フメルとか好きですけど、まあやっぱりまあテネマンのデイドアがやっぱり大好きで、まあちょっと、今日は用意したんですけど、うん、バロックで吹いてくれる？いえ、これですよね。エクルンド。これを若い時に聞いた時に、まあ、やっぱ衝撃を受けましたね。まあ、もちろん、モダンの、とは違うんですけども、まあ、この、澄んだ音色、この音楽性っていうところで、やっぱり、もう、引き込まれましたね。うん、はい。あとは、全然ジャンル変わるんですけど、これですね。マルサリス。うん、はい。これはマルサリスの、僕はマルサリスも大好きで、うん、特に、まあ、この CD も大好き。この20世紀の、うん、イントラだとか、トマジとか、トリピツクが入ってるやつが大好きでございます。はい。まあ、もちろん、もっと大好きなのいろいろありますけど、うん、まあ、特に、何個かって言われたら、今この2個出してきますね。はい、うん。だから発表会に出てくれて、トリプティークやってくれたの覚えてますもんね。あ、そうですね。ずっと、だからね、やる機会がなかったんですけど、まあね、そうやってせっかく、真っ白さんに呼んでもらった発表会で挑戦できるんやったらと思って、はい、なんかすごいいい思いですね。うん。トリプティークは僕は記憶喪失なのでも。マイコンか、なんか、ニジニがトリプティーク。あ、はいはいはい。タケミスとトリプティークをやったんですけど、はいはいはい。その日の朝、尿管結石で、あれあれあれ。うん。新幹線、死んだ状態で乗っていって、うんうん、音出しせずに吹いたのがその2曲。もう、タケミスまではまだ覚えてるけど、もうトリプティークは全然記憶がなくて、吹いて帰ってきたな。難しい。欠席もやってありますよね。そうそう、そうなんですよ。うん、欠席奏者なんですよ。すいません。はい、ありがとうございますね。はい、トリプティークの思い出から違う話をしてしまいました。いえいえ。まあ、それではね、ちょっと今度は基礎練習の方も伺いたいんですけども、基礎練習をされるときに考えてらっしゃることや大事にしていることっていうのを伺えますでしょうか。これは、やっぱり、これもなんかあれですけど、こう、まあ、丁寧に、やっぱり、やるっていうことですね。丁寧にやるという、あとは、コツコツと続けるっていうことを、すごい考えてますね。まあ、丁寧にとにかくコツコツ続けるっていう、まあ、途中でなんか、こう、ね、一度とかさらってても、こう、なんかうまくいかなかったり、こう、トレーニングしてても、こう、なんか、なんかもうってイライラするときもあるんですけど、まあ、そんなときでも、まあ、また、なぜこう、また明日からこう、コツコツと諦めないで続けるっていうのをすごいね、意識してやってますね。うん、はい。
なるほど。西川きよしみたいになってますけれども。うん、そうですね。なので、まあ諦めないで。うん。諦ですからね。ええー。はい。それでは、そのまま、おすすめだったり、使われてる教則本なんかを教えていただけますでしょうか。はい。まあ、何個かあるんですけど、はい。一つは、こちらですね。ゴードン。ゴードンの、これ、システマティックアプローチっていう、まあ、はい、なんですけども、はい。まあ、これは、なんですか、あれですね、スタンプみたいな、まあ、ペダルトーンから、まあ、ハイトーンまで、まあ、中はこう、結構ね、音域が、広いですね。うん、広いですね。ペダルトーンまで行って、まあ、上のスーパーハイトーンまでっていうような、まあ、なんていうか、こう、うちの中のこう、トレーニングですね。これはまあ結構、一生懸命、やります。はい。それとですね、今、一番ハマってますのは、はい。こちらですね。うわー、素晴らしい。アレンレディっていうの、まあこれ3巻まであるんですけど、はい、うん、あ、僕は特にハマってるのはこの1巻ですね。はい。はい。1巻の、まあ、リップスラーからロングトーンから、まあ、リップスラーでもまあ、ちょっとテクニカルの、ちょっとこう難しめのから、いろいろありますね。で、まあ、ちょっとこう、クラークを、もじったようなこうテクニカルスタディみたいなのも、はい、ありますし、まあ、なぜこの初めのこのロングトーン系のですよね、うんうんうん、これがすごい、まあ、普通のなんていうか和音じゃなくて結構こうなんていうかな、こうジャズの要素に近いこう和音の進行のロングトーンで、これが譜面なんとなく想像してる音とは、なかなか違う取りにくい音へこう行くんですよね。まあ、それがすごいこう、まあ、トレーニングになる。うんうん、あ、というところで、まあ、すごいちょっと最近はこう、ハマって、これやっております。はい。まあ、他は、まあ、他はまあ、ちょっとこれ表紙ないですけど、定番のまあ、コリ。コリですね。この辺も、はい。ちょっともう表紙ないですけども。はい。あるあるのなし出しですね。はい、そうですね、うん。はい。まあ今ちょっとハマってるのはこれぐらいですね、はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。なんかまあ基礎練習の話が出たんで、なんかね、ちょっと一個好きな話があって。はい。気づいてたらぶっ倒れた時の話し、聞きたいなと思うんですけど。僕で2回ぐらいぶっ倒れてる。2回も ?2 回もなんですよ。昔話したのは、うんうん、卒業してしばまあ、ちょっと若かりし頃に1回、うん、なんていうか、その時は、こう、なんていうんですか、こういう、うん、よくチューバ奏者が知ってる、はいはいはい、こういうのありますよね。うんうん、まあ、あれをやってたんですよね。あれをやってるうちに、まあ多分まあ僕のやり方は悪かったと思うんですけど、多分入れすぎて気ぃついたら、倒れたんですね。うん。だから、まあもしかしたらやりすぎてし、危なかった。危なかったね。っていう今となったら、まあすぐに、でもすぐハッとこう気ぃついて、あ、今これやってて気失ったなっていうのを、分かったんですよ、その時は。本当に。それは初耳です。もう一個が、もう一回は、いいで出た話でしょ。それはね、比較的最近です。最近の、まあ、ここ、うん、うん、5年以内ですかね、うん、ハイトーンの練習してまして、うんうん。まあ、よくほら、ボレロなんかでピッコロやってたら、うん急にね。はーって なるじゃないですか、うんうんうん。あ、これじゃったらちょっと やばい、うんうんうん、はーっていう状態から、その、まあ、いえ、ハイトーンの練習してまして、うん、ハイトーン、まあ、練習とか、まあ、トレーニングですよね。で、よくね、いや、
トレーニングしてった時に、まあ、あの、はーっていう状態になることは今まであったんですよ。その度に、あかんとこう、意識が戻るまで、こう、っていうのはよくあったんですけど、その時はなんか、調子乗ってしまって、気ぃついたら、もう椅子から、こう、滑り落ちて、床に寝てたっていうね。もう本当死んでるかもわかんない。本当に間違えたら。でまあ、ちょうど楽器もでも、ちゃんとこう、まあ、抱いた状態やったね。まあ、楽器は大丈夫やったんですけどね。まあ、そういうことありましたね。まあ、それからは、それからはかなり気ぃつけてます。それからはもう、ちょっとでも、やばくなったらもうすぐに、服もやめるようにはしてますよね。もういい年になってきたんで。いやいや、もうこの淡々と喋るところとね、もう、これ、多分ファンはもう大喜びですわ。いやいやいや。もうそれが。今、西谷さんはもう、こんなのってことも。もし、なんかそういう、ね、なんか経験ある人、もしいたら、ね、シロさんの、この、あ、ですね。コメントしてもらったら、僕もありますみたいな話、ね。意見聞かせていただきたいですね。いや、俺、福ちゃんしか聞いたことないよ。いやいや。いや、だから、要するに、さっきも言ったけど、その、本番中に、うん、ってなる、あれの やりすぎ版ですよ。はい、気をつけてください。もう僕はなんかそれからハイトンがボレロとかピッコロ吹くときは必ずこう背もたれの後ろまで僕は、ついてから吹くっていうようにしない。そうしないと前で吹いてたときに一回どっかわかんなくなったことがあるので、それからはこう背もたれを、そういう、こう、やばいときは使うようにしてますけどね。それでも首がこうなるって。首がこうなったことはないよ。まあって。椅子からずり落ちますから、ね。皆さん、本当気をつけてください、一応ね。危ないんで。はい、すいません、はい。ちょっと聞きたくなったんで聞いてしまいました。はい。それではですね、福中さんの音が聞ける CD だったり動画だったり、このあたり少し宣伝いただきたいなと思うんですけど、ね。はい。ですね、はい、まあ。僕はそんなに、皆さんみたいなソロの CD とかないんですが、その先ほどちょろっと言いました、その、テレマン室内オーケストラですね。まあ、先輩と一緒に、ベートーベンの、交響曲全曲を、大沢芸大の先輩と一緒にレコーディングしてまして、まあ、これライブなんですけども、小楽器で、クラシカルピッチで、やっております。だから430ですね。まあ、これが、まあ、ベートーベンの曲集全部出してます。はい。あとは、まあ、最近ちょっといろんなご縁で、神戸女学院の、ちょっと、携わらせてもいただいてまして、まあ、これはつい最近、学生の皆さんと一緒に、神戸女学院の、ウィンドオーケストラの CD で、和光レコードから、出てます。これも、お手伝いで僕も一緒に吹いております。はい。あと、まあ、もろもろありますけど、今日は、これぐらいで、はい。はい。下の方にまとめさせていただきますので、はい、ぜひ皆さん聞いてみてください。はい。はい。それではですね、楽器、マウスピースを教えていただけますでしょうか。はい。僕は、ベーカンはですね、はい。はい。こちら、バックですね。はい。バックの、まあ、37ベルの、いたてノーマルの、はい。トランペットです。はい。はい。で、ベーカンも、バックですね。はい。それは、ベルは229の、まあ、G ですね。229G の、25H のパイプがついております、はい、こちらは。はい。はい。あとは、まあ、マウスピースはですね。はい。要はこの、まあ、見ますかね、ラスキーですね。ほうほうほう。ラスキーの、僕はこれ 70MC っていうのを使ってます。はい、それと、まあ、バックの 1.5C の、はい。はい。25、24ですね。はい。はい、こちらをちょっと、まあ、併用して使っております。はい。でも、まあ、ほとんど、まあ、
メインはラスキーで今やっております。はい。はい。で、まあ、ピッコロトランペットは、こちらですね、ヤマハですね。はい。はい。ヤマハの、この9830。はい。ですね。はい、ですね。まあ、今のタイプの前の、前の型番ですね。これは2代目で、僕もちょっとこのタイプ気に入ってて、まあ、前もこれを使ってたんですけど、まあ、いろんな、もうこれちょっと売ってなくて、まあちょっと、これに2代目で、ね、ちょっとこう探してきて、なんとか。はい。で、マウスピースは、こちらシルキーですね、僕。シルキーの 11AX を使ってます。トランペットシャンですね。はい。はい。それから、ロータリートランペットはですね、はい。はい。こちら、ウェーバーを使っております、僕は。はい。はい。ウィンのメーカーですかね。はい。はい、ウェーバーの銀メッキーです。はい。はい。マウスピースは、ブレーゼルマイヤーの、はい。これ3ピース僕使ってまして、はい。で、リムが、まあ、G2C っていうリムですね。まあ、これ、説明見ますと、まあ、バックの 2C のリムっていうことで、はい、説明載ってました。で、カップは、これ G2 のカップですね。はい。はい。で、このバックバーは、3ですね。はい。はい。この組み合わせを、ロータリートランペットで使っております。はい。はい。あとは、このネットもあるんですけど、まあ、ちょっと、だけ、珍しいとこで、最近はこのエスコルネットですね。はい。はい。これ今日はちょっと推しです。はい。マウスピースはこれアライアンスっていうメーカーのマウスピース。はい。います。はい。この、これヤマハのエスコルネットなんですけども、ずいぶん古いんですよね。これは 8610S っていうなんか品番で、はい。もう多分でかまあ、もう製造されてない。そうですね。今ですね結構古いタイプのエスコルネット。これは最近ちょっと僕、10ピースって言いまして、ブリティッシュスタイルの、アンサンブル、コルネット、のアンサンブルをしてまして、で、そこでちょっとエスコルネットを担当して、はい、やっております。はい。はい、そんな感じでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、それでは、次のお友達をご紹介いただけますでしょうか。はい、友達はですね、大阪フィルハーモニー交響楽団の、高見信之くんですね。はい。まあ、彼とは、ね、お付き合いの年数からじゃそんなにね、長くないんですけども、彼が、大フィルに来てからですね、非常に仲良くさせていただいてて、何でもお話しできる仲です。はい。はい。それでは高見くんお電話します。はい、はい、もしもし。お疲れ様です。しろずです。お疲れ様です。今大丈夫でしょうか。はい。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。ガッティぶりですね。うん、ガッティぶりですね。はい、ですね、今僕が YouTube の方でトランペットの方々と対談をする番組をやっておりまして。いつも拝見しております。ありがとうございます。今、その収録をしてるんですけれども、はい、トランペット奏者の福中明さんと対談していたところですね。次のお友達っていう形で高見くんをご紹介いただきましたので、お電話させていただきました。ありがとうございます。福中さん、ご無沙汰しております。はい、ご無沙汰です。お元気ですか？なんとかなんとかやったり、いろいろ。はい、いつもありがとうございます。しております。はい、また、高見くんのマニアックな話を期待してます。はい、頑張ります。というわけでですね、僕と次対談していただきたいんですけども、決まり文句を言っていただきたいのですが、ご準備よろしいでしょうか。はい。はい、それではバズっていいとも、次ゲスト来てくれるかな。いいとも。はい、元気ないいともありがとうございます。また連絡させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、無事につながることができました。はい、よかったです。
はい、それでは無事に高見くんにつながりましたので、はい、よかったです。最後にこのバズっていいともをいただける皆様へ何かメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、まあ、これもなんか先輩からのお話なんですけど、まあ、とにかくこう、なんか、こう諦めないで、真面目にこう、コツコツと、なんか頑張ってたら、きっといいことあるからって言って、僕もずっとそういう教えをですね、守って、やっておりますので、まあ、ね、そういう気持ちで、こう、自分も、こう、もっともっとこう、頑張っていけたらいいなと思って、はい、頑張っています。はい。ありがとうございます。もうね、本当に、まあ、今日のね、お話を伺って、まあ、飛び込んだ世界をね、コツコツとこなしていくっていうのが今の身になっているというね、ね、そんな素敵なメッセージをいただいたところで、知らず大好きアワーバズっていいとも第129回目のゲストは、トランペット奏者の福中明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。いかがだったでしょうか。トランペット奏者の福中明さんと対談させていただきました。ね、なんかもうこう、多分遠慮しながらお話をされてたと思うんですけども、まあ、本当にいろんな環境で、いろんな、ジャンルの演奏を本当に福中さんはされていまして、まあ、言葉で説明できない努力を本当にたくさんされたんだろうなと思いますけども、まあ、その場に置かれた状況をとにかくコツコツとこなすというのが、福中さんのスタンスで今のお立場にいらっしゃるんじゃないかなっていうのが、本当に分かりやすく本人の言葉で、言葉表現力で伝わってきたんじゃないかなと思っております。そして個人的にはね、ローズブラスクインテッドのお話を少しできたのは嬉しかったなと思っております。さて、その福中さんのご紹介で次は大阪フィルハーモニー交響楽団トランペット奏者の高見信之さんと対談させていただきます。高見くんはね、ガッティブラスで一緒に演奏をもう4回ほどさせていただいてますので、まあ、本当に独特のキャラクターなんですけれども、楽しい話が、ね、ドイツの留学の話だったりもいろいろ伺えるんじゃないかなと思っております。それでは次回もお楽しみに。